おざまーす、もしもです。今回はこちらのゴールデンウィークスーパーゴッドフェスがあと少しで終わってしまうということで、全フェスゲーについてね、簡単に話していこうかなと思います。あんまりね、こういう動画ないなと思ったんで、今回は動画にします。というわけで早速やっていきましょう。まあ、基本的には初心者中級者向けですね。最近ね、新しくパズドラ始めたよとか、まあ、もしくはね、長くパズドラやってなかったけど最近復帰したよって人が、まあ、こういったね、スーパーゴッドフェスだったり、まあ、普通のね、ゴッドフェスでもいいですけど、まあ、そこでね、いわゆるフェスゲンっていうキャラが、まあ、出たんだけど、こいつがね、一体強いのか弱いのか、よくわかんねえよっていう人がね、多いと思うんで、まあ、少しでもね、参考になればいいかなと思ってます。さあ、まずはこちらのゴールデンウィークスーパーゴッドフェスのラインナップから見ていきましょう。数が、とんでもないですね。まあ、これね、全部詳細に話してると日が暮れちゃうんで、まあ、本当にね、パッパいきます。まあ、フェスゲンなんでね、ハズレはいないですけど、まあ、フェスゲンの中だったら、ま、比較的ハズレだよとか、まあ、そういったね、ちょっと厳しめな感じでいきます。はい、下からいきます。まずはネイ。このキャラめちゃくちゃ形態が多いですね。火、水、木、光、闇、全部いますね。で、武器も、とんでもない量いますけど、まあ、そうだな、本体のこっちね、こっちはね、あんまり玄関境では使われてないですね。まあ、スキル覚醒ともにね、初心者にとっては悪くはないですけど、まあ、無理して使うほどの性能でもないのかなって感じです。まあ、昔はね、よくこのキミルなんか使われてましたよね。でね、続いて武器なんですけど、これはね、各属性によって、火属性だったら火列強、水属性だったら水の列強、火属性だったら木の列強みたいな。で、それにプラスして、スキブと、あとバインド回復ですね。で、スキルも結構強いですね。まあ、バインド回復持ってるんでね、まあ、場合によってはルーレット洗剤なんかもつけられるかも。神秘の次元とかだったら結構いいかもですね。小当たりぐらいですね。で、コットン。まあ、コットンは使わないかな。昔はね、めちゃめちゃ使われてたんですけど、まあ、最近は、本体武器ともにあんま使わないかな。追い打ち覚醒もね、別にいらないしね。ハロウィンコットンの方はね、めちゃめちゃ強いんだけど、本家のコットンはそこまでですね。ちょい外れぐらい。で、セシリア。これもね、さっきのネイと一緒でめちゃめちゃね、形態があるんですけど、どの形態も強いですね。まあ、武器はね、まだ実装されてないですけど、今後実装される可能性も大いにあります。で、このキャラはね、本当にリーダースキルも76なんで、76リアチェーン枠としても使えるし、まあ、スキルもね、もろもろのデバフを上書きしてくれて、ルーレットまでね、生成してくれるんで、まあ、初心者、中級者、上級者、まあ、どの層もね、非常に使いやすい性能になってます。この耐性系ね、例えば火だったら暗闇耐性、水だったら毒耐性とかね、まあ、こういった耐性を持ってるのも非常にありがたいです。まあ、この進化前はあんまり使うことはないかな。はい、セシリアは大当たりだと思います。で、ライネス。まあ、これもね、なかなか面白い性能してますね。まあ、進化前はね、あんま使わないですけど、こっちの形態、これがね、進化スキルって言って、1回ね、スキルを打つと2段階目のこっちのね、強いスキルに変わると、まあ、進化スキルもね、いろいろあって、1回進化してまた使ったら進化前に戻っちゃうみたいな、まあ、そういうね、スキルありますけど、ライネスは戻らない感じのスキルです。まあ、このキャラもね、本当に、まあ、初心者から比較的上級者まで結構ね、扱いやすいスキル持ってるんで、引けたら結構当たりだと思いますね。で、カティア。まあ、このね、進化ごと武器、まあ、武器もね、悪くはないですけど、そんなに使用頻度は多くないですね。で、進化前、この形態がね、多分一番使われてて、超覚醒込みでスキブを6個持ちにできたり、まあ、スキルがね、そも軽いんで、上に何かをアシストさせてあげやすかったり、まあ、スキブワークとしてね、まあ、例えば紙チャレンジとか、まあ、機械チャレンジとかわかんないですけど、まあ、そういうね、ちょっと簡単めな称号チャレンジ、まあ、そこでもね、結構使いやすいキャラなんじゃないかなと思います。中当たりぐらいですね。で、テオレ。これはね、光の方が、まあ、よくね、周回パとかで使われてますね。で、まあ、変身後、まあ、色埋め枠としてね、たまーに俺も使ったりしますけど、まあ、ほぼ使わないですね。まあ、武器もね、耐性あったり、スキブ持ってたり、まあ、悪くはないと思います。まあ、裏白のね、周回とかして、まあ、例えばね、テオレに吸収無効のね、洗剤をつけたり、まあ、そういった使い方もできると思います。まあ、これもそこそこ当たりぐらいかな。で、クラウス。まあ、あんまり使わないでしょう。初代のね、気候城が来た時はね、結構活躍してたんですけど、まあ、最近は使わないかな。まあ、普通ですね。で、プリシラ。これもね、進化前にスキブロック持ってるのは偉いと思います。まあ、変身後も悪くはないけど、そんなに使わないかな。で、武器ね、これ3ターンの激減があるんで、転生バルキリーシエル降臨とかだったら結構役立ってくれます。これも普通ですね。で、続いてソフィー。これもね、結構形態たくさんあります。まあ、このキャラもね、武器ないんで、武器が今後追加される可能性も大いにあります。で、さっきのね、セシリアと一緒で、このキャラもどの形態も強いですね。まあ、どうかな、結構最近は、セシリアの方がね、多く使われてるような印象ですけど、まあ、セシリアはルーレット生成、こっちはね、ダメージ半減持ってるんで、まあ、違ったね、使い道ができるんで、まあ、一長一短ありますよね。で、火力もね、出せて、リーダースキルがね、76なんで、76スターターにもできる。で、スキルでね、いろいろデバフも動きできるんで、まあ、これもね、どんな編成にも入ってこれるいいキャラなんじゃないかなと思います。はい、ソフィーは大当たりですね。で、ブラックバード。これはいわゆる変身ロボってやつです。で、ちょっとね、変身はまあ難しいというか長いんですけど、最終変身になると、まあ、トップクラスのリーダー性能を持ってます。母体にね、暗闇耐性持ってるんで、暗闇を他で補わなくていいっていうところも、まあ、ここもね、結構ありがたいポイントなんじゃないかなと思います。まあ、武器はね、まあ、弱くはないですけど、使用頻度もね、全然多くないんで、まあ、基本的には本体で、しかもリーダーで使っていくのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、ブラックバードも間違いなく大当たりですね。で、ノクタリア。まあ、ノクタリアどうかな。最近はね、結構ラフィーネに出番を取られがちですけど、
一昔前はちょっと使われてましたね。まあ、これもね、スキブがなかったり、なんでまあ他のね、キャラの変身とかの兼ね合いでちょっとね、難しい場面ありますけど、まあ、スキルがね、結構強いんで、まあ、多色とかに使っててラフィーネ持ってないよって人は、まあ、こっちのノクタリアでもワンチャンいいんじゃないかなって感じです。まあ、でもラフィーネ持ってる人からすれば、まあ、そっちでいいんでね、こっちのノクタリアを使うことも、まあ、あんまりないかな。小あたりぐらいです。で、ユリシャ。まあ、これもね、いろいろ形態ありますけど、まあ、主に使われてるのはこのキーユリシャかな。キパでかなり優秀ですね。まあ、回復力もね、そこそこ高くて、回復努力を持ってるんでね、まあ、結構キパの回復枠として役立ってくれます。キー水ってところもいいですね。で、スキルもね、比較的軽いターンで、まあ、内容もね、結構充実してるんで、結構扱いやすいキャラなんじゃないかなと思います。まあ、ただね、入手するのがめちゃめちゃ、まあ、難しいんで、奇跡っていうのがね、ないと進化できないんで、まあ、多次元の越境に勝つ、もしくはね、パズバトの、なんか虹のなんちゃらかんちゃら200個でね、交換できるんですけど、いや、これ本当にね、良くない制度で、もしね、どうしても多次元の越境に勝てないよって人は、まあ、全然ね、パズパスの虹ドロップを使っても、まあ、俺はいいと思いますね。まあ、中あたりぐらいだと思います。続いてネレ。まあ、あんま強くないですね、正直。武器とかもね、泥強あるんで、まあ、初心者の人とかでね、まあ、闇パ使ってて、あんまりパーティーの火力出ないなって人は、まあ、泥強なんかをね、積んであげると結構ね、火力もマシマシになるんで、まあ、そういった点での使い道あるかも。まあ、小あたりぐらいだと思います。ゼローグコアもたくさん携帯ありますね。まあ、木のゼローグとかね、結構強いんですけど、まあ、武器もね、強いし。まあ、なんだけどね、闘技場行かないといけないからね、ちょっと作るのやっぱ難しいですよね。で、まあ、多色使いたいんだったら、こっちのね、進化後のゼローグなんかも結構いいと思います。まあ、スキルもね、かなり汎用性があってね、どのダンジョンでも使いやすいです。まあ、これは普通に当たりぐらいかな。で、イナ。まあ、このキャラも携帯増えましたね。まあ、特に今注目されてるのは、この貴族性の進化のイナ。まあ、これもね、天聖流頭子降臨壊滅級にね、勝たないといけないんで、しかもイナってね、結構敵の中で多分一番、ボスの中だったら強いんじゃないかな。なんでね、これも結構進化させるの大変っちゃ大変ですけど、リーダースキル、スキル、覚醒、まあどれを取ってもね、結構強いんで、作る価値は結構あると思います。でね、武器は覚醒だけ見たら殺生丸の上位互換。まあスキルはね、ちょっと溜まりやすいのがデメリットですけど、まあロボとかにつけるんだったら問題ないかな。まあイナは普通に当たりですね。で、ヘラルナ。まあ武器がね、スキブに 50% 以下強化と、結構いい覚醒持ってますね。まあ最近はね、結構フェイタンに、まあ出番を取られがちなことが多いんですけど、まあまだまだ全然使える武器なんじゃないかなと思います。で、ヘラルナはこの火の形態が強いですね。火力がねめちゃめちゃ出るんで、まあ、シーウルフにねポンと突っ込んでおくだけで火力枠として全然活躍してくれます。スキルもねちょっと重いですけど、グラビティに軽減なんでね、まあ、かなりいいもの持ってますよね。まあ、ただこのキャラも進化がめちゃくちゃ難しい。なんでまあやっぱそこが改善してほしいですね。はい、ヘラルナも普通に当たりだと思います。で、ベロア。まあ、武器がね暖房持ってたりしますけど、あんまり初心者は暖房とか気にしないんで、まあ、ここはいいでしょう。でね、進化前、これがね最近はベロアキティとかにね結構出番取られがちですけど、まあ、卵ドロップ率がね少し上昇ということで、まあ、中級のねポチポチ遠征なんかで使われてます。まあ、あんまね周回とかしないよって人はベロア使うことはあんまりないかな。まあ普通ですね。で、モリグ。まあこのキャラもどうかな。まあ弱くはないんだけどね、あんま使わないですね。どの形態を見てもパッとしないかな。外れだと思います。はい、続いて神結び。まあこのキャラ昔リーダーでめちゃめちゃ強かったですね。俺もねだいぶ使ってました。まあただね今はあんまり。まあこのね進化後の形態、これがね火力出すって結構いいんで、初心者とかだったらまあかなり扱いやすいキャラの一人なんじゃないかなと思います。 L 字も持ってるしね、バインド回復もあるんで、まあ、ルーレット洗剤もつけられると。で、まあ、スキル内容も悪くないですね。なんで、まあ、上級者でめちゃめちゃ高難易度っていうよりは、まあ、初級者、中級者。で、まあ、火力枠ね、ちょっと闇の火力枠欲しいなって人は、まあ、使ってもいいかもねーぐらいですね。で、グレモリー。まあ、このキャラも別にどの形態も、まあ、この転生進化じゃなくて極性進化。このグレモリーがね、スキブロック持ってて、まあ、スキルもね、まあ、悪くないんでね。まあ、L 字っていうね、めちゃめちゃ使いにくい覚醒ですけど、まあ、今後ね、強化も来るんで、つっても使いにくいよな。まあ、足りではないですね。さあ、続いてエスカマリ。まあ、ティアラがね、99ターン目覚め持ってるんで、そういうね目覚めが欲しいよって人は、まあ、スキルターンもね比較的短いんで、まあ、使う場面がもしかしたらあるかも。まあ、本体もね同じスキル持ってますけど、あんまり使わないかな。まあ、外れっすね。で、闇メタ。闇メタもなんか、ずっとね、昔もリーダーで強かったし、まあ、ちょっと前もね、リーダーで強かったし、まあ、悪くないキャラではありますけど、本体は、そんなに使わないかな。まあ、ただね、ティアラが結構ね、いい性能してるんで、まあ、光とね、闇パを使ってて、吸収無効2ターン継続する武器がないよって人は、まあ、このティアラね、結構強いんですけど、そうだ、ティアラだから、進化が難しいのか。うわ、ってなってくると、うわ、マジか。奇跡システム、本当にやめてほしいな。それがあることによってね、初心者、中級者でも、この武器が強いって言っても、そうか、進化できないのかってなっちゃうもんね。って考えると、まあメタトロンも当たりじゃないかな。ちょい外れぐらいだと思います。なんかもっとね、もうせめて1体なんだろう、3000モンポとかで売ってほしいですよね、全キャラ。なかなかクソですよね、このシステム。で、ラビリル。これはね一番新しいフェスゲンです。まあこれもね結構携帯あって、武器もねかなり面白い性能してますね。で、本体性能もね多色だったら、まあトップクラスにね優秀なリーダースキルなんで、まあ後々に出てくるアレキサンダー大王なんかと組み合わせても面白いかも。はい、このキャラね携帯たくさんあって、どの携帯もね強いんで、間違いなくね大当たりだと思います。デイトナ。これはね周回の鬼ですね。武器はまあ使わないかな。
サンタンヘイスト強いですけど、そこまで使われてることは見たことないですね。で、このね、変身形態、これもね、さっきのブラックバードと一緒で2段階変身なんですけど、変身してしまえばね、ツーウェイを1個消すだけで、ツーウェイっていうのはあの光の4つ消しですね。それを1個消すだけで、副属性までね、全然完走していける、とんでもないね、火力覚醒になってるんで、攻略もね、もちろんいいですけど、上級者の間では周回リーダーとして使われてます。初心者にもね、かなり扱いやすいリーダーなんで、多分ロゴだったら、俺は一番扱いやすいリーダーなんじゃないかなと思ってるんで、このキャラもね、間違いなく大当たりだと思います。はい、引けたらね、ぜひリーダーで使ってみてください。で、サフィーラ。このキャラもリーダースキル強いですけど、どちらかといえば上級者向けかな。全然ね、高難易度、最難関って言われるところはね、もっといいキャラいるんで、わざわざね、サフィーラを使う意味っていうのもないですけど、全然ね、クリアできるスペック持ってるんで、とはいえ、初心者にはちょっと難しいかな。でも全然当たりだと思います。で、ファスカ。これも先日強化来ましたね。で、ファスカね、かなり使いやすいキャラだなと個人的には思ってます。進化後のね、スキルもすごくね、汎用性があって、でね、指3秒分持ってるんで、どのパーティーに入れても嬉しい覚醒になってます。これ本当にね、76スターターにもできるし、今来てるね、ヒロアカコラボ。あれのね、オールマイトと組み合わせた編成が昔めちゃめちゃ流行ってました。今でも、使えなくはないですけど、どちらかといえばネタパヨリになっちゃいましたね。で、武器もね、泥強に消せないバインド覚醒無効状態全回復ということで、溜まっても嬉しいスキルになってますね。なんでさっきのネイと一緒で光パ使ってて、ちょっと火力が物足りないなって感じた時は、この武器1個だけでね、泥強 100% になるんで、もしよかったら使ってみてください。はい、ファスカは結構当たりだと思います。で、ファガン。闇のファガンもね、火力枠として悪くはないですけど、武器がやっぱめちゃめちゃ強いですね。今でも本当に初級者、中級者、上級者問わず、どんな編成にもね、入ってこれる優秀なね、覚醒スキル持ってるんで、スキルは、使うことないですけど、この武器ね、めちゃめちゃ強いんで、ぜひね、引けたら武器を作っておけば間違いないと思います。はい、ファガン、大当たりだと思います。はい、続いてキヨですね。これはね、新形態の水の形態がかなりいいですね。とはいえ、これも天聖流投手降臨勝たないといけないからなって考えると、ちょっと作りにくいですけど、かなりね、優秀なスペック持ってるんで、ヒパ、水パだったらね、どっちにも入ってこれるいい性能なんじゃないかなと思います。ただ、作れなかったら意味ないからね。って考えると、小当たりぐらいかな。で、アテナノン。これもね、やっぱ奇跡が必要なんで、進化できないかったらね、結局、あんま意味ないんですけど、このね、木の形態なんかも、悪くないっすね。火のウェイがね、今後流行っていくような予感がちょっとね、しなくもないんで、ってなってくると、もしかしたらこの形態が使われることもあるかも。闇の形態もね、これは1ターンで打てる自傷スキル。で、かつね、ロック解除もしてくれるんで、ちょくちょくいろんなパーティーで見かけますね。でも結構いい性能を持ってます。初心者でデイトナ引けてサブ何にしようって悩んだら、このね、アテナノンかなりね、優秀なキャラなんで、そういった意味では結構当たりなんじゃないかなと思います。ただ、デイトナとか使ってなかったら進化前は使うことはないかな。ゼウスギガ、花火持ってるんでね、周回パーツですね。武器もね、列強4にバインド耐性持ってるんで、悪くない覚醒ですよね。でも使用頻度が多いかって言われたら、そんなこともないんで、これも小当たりぐらいだと思います。バルキリーシエル。これはね、進化前はいいとして、この進化後ね、これも奇跡取らなきゃいけないんですけど、どっちもめちゃめちゃ強いです。今でもね、バリバリサブに入ってこれますね。なんといっても火力覚醒が充実してるのと、あとね、回復動力を持ってるんで回復力も上げられちゃう。で、しかもスキブ4。で、しかもスキルもめちゃめちゃ強い。どこを取ってもね、非常に強いキャラになってます。はい、進化できたらめちゃめちゃ強いですね。バルキリーシエルは大当たりだと思います。サレーネ。これは経験値リーダーですね。このダンジョン潜入時、リーダーの時にランク経験値が 1.8 倍、光属性の攻撃力が10倍と、このね、光の攻撃力10倍はあんま関係ないですけど、最初にね、このサレーネを置いて、で、他のキャラでリーダーチェンジしてみたいな、それでね、経験値を稼ぐみたいなパーティーが結構あります。これはね、逆に初心者はあんま使わないかもしれないですけど、一度きりの超絶経験値とか、そういったところでね、このサレーネをね、リーダーフレンドにポンポンと置いておくだけで、かなりね、経験値もらえるんで、しかもね、もっとね、どんどんパズルやってって、ランク900とか、ランク1000とかね、1100でもいいですけど、ランクがね、上がっても全然ね、使い続けられるキャラということで、サレーネも間違いなく大当たりだと思います。ヨグソトース、これも一世を風靡した最強リーダーですね。ただ、最近はあんま使わないでしょう。このね、極性のヨグソトース、これがね、結構スキルが面白いんで、で、スキルもね、たくさん持ってるんで、たまに使われてますけど、汎用的にバンバン使われていく感じじゃないかな。でも初心者、中級者にとっては結構ね、扱いやすい極性進化持ってるんで、当たりなんじゃないかなと思います。はい、続いて、雷神ですね。この形態がね、火力出して結構いいんじゃないかなと思います。スキル内容も結構強いですね。このキャラも程よく当たりなんじゃないかなと思います。アテン、このキャラも形態めっちゃ多いですね。ただ、どの形態もね、すごく強くて、特に強いのは、火の形態もね、強いですし、水もね、悪くないし、木もね、全然バレンタインイデアルパーティーとかで強いんですけど、最近、特に注目浴びてるのは、この闇の形態だと思います。今ね、多色で最強クラスのリーダーで、ラフィーネっていうね、リーダーがいるんですけど、それのね、パーティーに全然入ってこれる性能なんで、指も持ってるしね、すごく扱いやすいんですよね。で、スキルターンもね、短くて内容も充実してるんで、で、火力も出しちゃう。アテンはね、星6フェス限の中だったらトップクラスに当たりだと思います。はい、いいっすね、アテン。めちゃめちゃ強いです。パイモン。使わないかな。ハズレですね。
シェリアスルーツ、まあ、武器がねちょっとスキルターン溜まりやすいですけど、かなり優秀な覚醒持ってますね。でまあ極性の方もねスキルたくさん持ってたり、まあ、神にしかね火力出せないですけど、神がたくさん出てくるダンジョンだったら活躍の場面は結構ありそう。スキルターンもね短くて扱いやすいんで、多色を使ってる人は、まあ、全然採用の余地はあるんじゃないかなと思います。まあ普通ですね。フェンディルビズ、まあ、こっちの極性のねフェンディルビズが最近強化されてかなりね使いやすいキャラになりましたね。スキルターンもね1と非常に短くてね、まあ、お邪魔ドロップが落ちやすくなるっていうのは、まあ、相手のねお邪魔だったり毒だったり、まあ、そういったね目覚めを書き換えられるんで、結構ね異形の存在とかだったら、まあ、その他のダンジョンでも全然いいですけど、まあ、かなり助かるスキルになってるんじゃないかなと思います。まあ、このね下の操作時間と回復力 1.5 倍っていうのも、まあ、かなり、ね、汎用性があるスキルなんで、まあ、個人的にはフェンリルビズかなり強いキャラなんじゃないかなと思ってます。まあ、普通に当たりだと思いますね。でカンナ、カンナ、まあ、この携帯ね悪くはないですけど、あんま使わないかな、外れだと思います。で続いてイルム、まあ、これもね昔リーダーで最強クラスだったんですけど、あんまり最近は使わないかな。まあ、このねティアラ、まあ、ちょっと作るの難しいですけど、確か裏神秘とかだったよね。でまあちょいね難しいですけど、覚醒はいいもの持ってますね。まあ、でも局所的に使う場面はあるかも。まあ、でもそこまで当たりではないと思います。ノーティラス、これは貴族生最強クラスのリーダーですね。で変身ロボシリーズということで、まあ、2段階変身なんですけど、変身してしまえば、まあ、かなり強いリーダースキルを持ってます。最近はねゴンさんだったり、あとちょっと前だったらクリスマスメナーとかね、結構まあ相方を特回避一回してますけど、まあ、全然ノーチラスノーチラスでも強いと思います。まあ、木をね6個以上つなげて消すとなんでね、 L 字がね組みにくかったり、まあいろいろね欠点があるんで、不遇不遇言われてますけど、まあ、かなりね強いリーダーに間違いはないんで、まあ、出たらねぜひリーダーで使ってみてください。まあ、武器はね無効貫通武器なんですけど、まああんま使わないかな。さあ続いてアルバート、これはね水の形態がめちゃめちゃ強いですね。覚醒スキルともにね非常に優秀で、で超覚醒でねスキブプラスも選べたり、あとは耐性経過で、まあ本当にどこを取っても強いキャラになってますね。まあ、これもね作れないと意味はないですけど、まあ、結構当たりのキャラなんじゃないかなと思います。他の携帯はあんまり使わないかな。まあ、昔はねキー強かったですけど、まあ、最近は使うことも多くないですよね。でアルジェ、これはめちゃめちゃ最近強化されましたね。まあ、このね変身後、これがね3ターンで打てるダメージ無効貫通スキルということで、まあ、割と扱いやすいいいスキルをもらってますね。まあ、武器もね泥強5つなんで、これをつけるだけで 100% になる、まあ、中当たりぐらいですかね。でメノア、このキャラもね携帯めちゃめちゃ多いです。まあ、ただ本体はあんまり使わないでしょう。でもねこの武器のティアラ、まあ、これがねすごく強くて遅延持ってるんでね、どんなダンジョンでも使いやすい。まあ、各属性でね使い分けができるんで、1体持っておくだけで編成の幅が広がると思います。はい、普通に当たりですね。でジライア、まあ、使わないかな。火力結構ね出せるんですけど、でちょっとまあ面白い変身、これ久しぶりに見たのこれね。このオーディンだったりゼラだったりね、このソニアフィオだったりフレイヤだったり、まあいろいろね変身して面白い形態を持っているんですけれども、使わないでしょう。まあ、ただね武器が毒4の追い打ちということで、まあ、耐性埋め兼追い打ち枠として使えないこともないんじゃないかなって感じです。普通ですね。シェリングフォード、まあ、これはね本体というより武器がかなり強いです。まあ、本体のねこの光の方、まあ、これをね無効貫通要因で使うこともまあなくはないですけど、あんまり多くないかな。でこっちの武器ね、もちろん光もいいんですけど、まあ、第一優先でね作ってほしいのはこの下の火の武器ですね。これねめちゃめちゃ強いです。スキルブーストにね4ターンチェーンなんで、実質スキブ後さらに耐性埋めまでできちゃうっていう、なかなかね優れものの武器になってるんで、変身リーダーを使いたいっていう人は、まあ、シェリングフォード引けたらね、まずこの火のカードを作ってみるのがいいんじゃないかなと思います。はい、シェリングフォード大当たりだと思います。エンドラ、まあ、エンドラもね最近はそんなにちょっと使用頻度は落ちてきたかなって感じしますけど、まあ、火の形態水の形態、まあ、これもどっちも優秀ですね。まあ、ただ進化させるのがめちゃめちゃめんどくさい。でも作れたら強い。まあ、こっちの形態あんま使わないかな。まあ、そこそこ当たりぐらいと思います。まあ、やっぱね進化させないと進化を発揮しないキャラっていうのはなかなか強化が難しいですね。でセリカ、この形態がねノーチラスのサブで結構いいと思います。スキル覚醒ともに結構扱いやすいですね。まあ、こっちの光の方はね十字なんでね、ちょっと扱い難しいですけど、光の十字パが流行ればワンチャンぐらいかな。はい、武器の方もねチーム HP 強化3つに雲耐性なんで、まあ、初のね組み合わせを持ってて結構いい感じですね。まあ、セリカは普通に当たりだと思います。ゼラ、まあ、最近ねストーリーダンジョンが来て、まあ、何かと話題のゼラなんですけど、まあ、あんまり使わないかな。この武器がねノーチラスのアシスト枠としてね結構いいんで、ノーチラス使いたいよって人はこのねスモックを確保してあげるのがいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょい当たりぐらいですかね。で風神、極性させるとねちょっとターン数は落ちちゃいますけど、しっかり属性吸収にも対応してくれるということで、まあ、比較的扱いやすいキャラの一人なんじゃないかなと思います。まあ、ちょい当たりぐらいでいいと思いますね。でシルビー、まあ使わないでしょう。これはハズレですね。カエデ、まあ、これもね昔めちゃめちゃリーダーとしてね強かったんですけども、最近はあんまり使わないかな。はい、ハズレだと思います。緑ソニアもね俺めちゃめちゃ好きなリーダーなんですけど、ぶっちゃけ使わないですね。まあハズレでしょう。ロイヤルオーク、まあ、これは水パ最強クラスのリーダーです。まあ、これもね変身ロボシリーズなんで2段階変身、まあ、ちょっとね変身めんどくさいですけど、変身させてしまえばかなり強いリーダーになってます。
ます。 L 字のね強化も控えてるんで、もっともっと強くなってほしいですね。はい、大当たりだと思います。まあミアードもね、まあそうだな、最近よく使われてるのはこの火のミアードの武器、リダチェーン枠として結構優秀ですよね。まあ、他で言うと、まあ闇のミアードとかもね強いですけど、ちょっと使用頻度落ちてきたかなって感じです。まあ、本体はあんまり使うことはないでしょう。まあでも普通に当たりだと思います。ノルザ、まあ性能自体はねめちゃめちゃ悪いかって言われると、まあ特に初心者にはそんなに悪くない性能ですけど、まああんまり使わないかな、普通ですね。ユーリ、まあ武器悪くないですけどあんまり使わないでしょう。はい、これも普通です。で、キョウリ、まあ、これもね新しく進化が来て、この火の形態、これがね軽減ループができるということでちょっと話題になってますね。まあロザリンとかね、新しく花のイベントが来るんですけど、まあ、新しくというか復刻でね、今度の金曜日から花のねイベントが来るんですけど、まあ、そこでねロザリンなんかと組み合わせてあげるとちょっと面白いかも。まあ、ただこれも進化がちょっとめんどくさいですね。まあ、でもキョウリは普通に当たりだと思います。結構いい進化形態もらいましたね。で、リーチェ、このキャラはね結構低難易度編成のこの吸収無効枠として結構使われてるイメージです。まあ、かなりね長いターン持続してくれるスキル持ってるんで、まあ、もちろんね正月リーチェとか持ってる人はそっちの方がねいい場面が多いんですけど、まあ、持ってない人はね全然代用になるんで、これはね特に初心者は結構当たりなんじゃないかなと思います。で、雨の実中の島、まあ、使わないでしょう。外れです。シェアと、これ武器が結構いい感じですね。まあ、本体もねもちろんこのね極性の本体結構いいんですけど、まあ、俺は結構武器を使うことが最近は多いかなって感じですね。まあ、どっちもね強いんで、まあ、割とね幅広く使えるいいキャラなんじゃないかなと思います。はい、シェアと普通に当たりだと思いますね。龍ね、まあ、これ武器悪くないですけど、まあ使わないかな。水の劣化が流行ったらワンチャンあるかもですね。はい、現状は普通です。まあ、スクルドもね性能自体は悪くないですけど、まあ、特にねこのティアラ L 字にね毒4つなんで、まあ、結構ね優秀な覚醒持ってるんですけど、あんま使わないかな、普通ですね。で、青ソニア、あんまり使いません。まあ、外れの部類だと思いますね。青オデン、まあこれもあんまり使わないかな。まあ、どちらかといえば外れですね。アルトリウス、これがね結構面白い性能持ってて、まあ、なかなかね奇想天外なパーティーがねよく組まれてますよね。中にアストリアだっけ、なんか4体敷き詰めてねゼロ次元やるみたいな。なんでまあ面白い性能持ってますけど、まあ汎用性が高いというか、まあ、たくさん使われるかと言われたらそこまででもないんですけど、まあ、なかなかね高級感もあるキャラなんで、まあ、ちょい当たりぐらいかな。シーウルフ、これはね火属性最強クラスのリーダーです。まあ、これもかなりね初心者に優しいリーダーで、すごくね使いやすいリーダーだと思ってるんで、まあ、頑張ってね最終変身までさせて使ってみてください。はい、変身ロボシリーズなんで2段階変身ですね。めちゃめちゃ強いです。まあ、武器ははい、というわけでシーウルフは間違いなく大当たりと思います。はい、続いてレム、まあ、最近ね強化されましたけど、やっぱり無効貫通しないと火力が出せないっていうのがまあ一番の欠点かなと思います。まあ、ただねリーダースキル、あとスキルともにね、まあ、悪くない性能持ってるんで、新しく来る花のなんだっけ、あれカーネーションだっけ、まあ、あれと組み合わせると結構面白いかも。はい、泥鏡もね漏れるんで、まあ、さっきの武器たちと一緒ですね。まあ、でもレムのね武器に関しては結構ね優秀なスキル持ってるんで、まあ、なんかノルザの武器とかに比べたら、まあ、使用頻度は多いんじゃないかなって感じです。はい、レムも当たりですね。グランディス、まあ、これも結構高変身形態じゃなくて進化形態が多いですね。まあ、この水だったり木だったり、まあ、そこそこねスキブ持ってたり火力もね、まあ、10C2 つなんで、まあ、悪くない性能ですけど、まあ、作るのがね若干難しかったりスキルターンがねちょっと重いということで、バンバン使われていく感じではないですね。まあ、局所的に例えばロイヤルオークパーにこの水のグランディスとかね、まあ、入れる時もありますけど、まあ、使用頻度自体はそこまで多くないんじゃないかなと思います。はい、グルメスパイザーもね結構ネタにされてますけど、覚醒自体はね結構いいものをもらってると思います。まあ、ちょい当たりぐらいですね。で、アキネ、このキャラもね新形態もらえて、これ非常に見た目がいいですね。でもかなりねスキルも、まあ、俺は個人的には強いと思ってるんで、まあ、全然使われる可能性もあると思います。で、このね武器が耐性持ってて、でかつねバインド耐性にスキルも持ってるんで、まあ、すごくね扱いやすくて、俺も結構いろんなパーティーで今でも使えますね。はい、アキネは大当たりだと思います。エキドナサラ、まあ、水の方ももちろん強いんですけど、まあ、光の方、まあ、これがねサフィーラバの無効貫通要因兼火力枠としてかなり優秀です。まあ、作るのはねやっぱり多次元の越境なんでね、かなり難しいんですけど、まあ、作ってしまえば火力枠として結構活躍してくれると思います。まあ、作れなかったらね意味ないんですけど、まあ普通に当たりだと思います。マドゥ、まあ帽子が悪くはないですね。火の列型のシーウルフとかだったら結構使い道あるかも。まあ本体は使うことはないかな。ちょい当たりぐらいですかね。マッハ、これはねなんだろう、この、まあ、極性の方もなんだっけ、神チャレンジの前なんかで使われてましたねこいつ。俺も使った記憶があるんだけど、何で使ったのか忘れちゃいましたけど、まあ、このねリーダーチェンスキル持ってるんで、まあ、そんなにめちゃめちゃ難しくないダンジョンで、かつね相手のリーダーチェンジが鬱陶しいよっていうダンジョンだったら、まあ、使い道は、まあ、局所的ですけど全然あるんじゃないかなと思います。で、ティアラも結構いいですね。まあ、スキルターンがねちょっと重いですけど、スキブもね漏れて HP も持ってるということで、まあ、どうかな、ミアーダの武器とかの方がね使い道は結構多そうな気がしますけど、まあ、マッハもそこそこ当たりだと思いますね。で、ダンタリオン使いません外れでしょう。バルディンも使わないかな。すっげー気候上でね出てくると結構厄介なんですけど、味方にいるとあの心もとないというか、まあ、外れですね。赤おでん、まあ、これも青おでんみたいな感じですけど、まあ使用頻度としてはそこまで多くないんじゃないかなと思います。別に
そんなに当たりではないと思います。でラフィーネ、こっから星8ベース弦ですね。星8なんでね、性能も1段階上がってます。でこのラフィーネね、めちゃめちゃ強いです。まあ、このね最終変身の形態、結構サムネとかで見る人もね多いと思うんですけど、これがねめちゃめちゃ強くて、リーダーでも強いし、サブでももちろんね、どちらでも最強クラスのキャラになってます。で本当にね、多色に限らず、まあ、例えば稲、徳川家康とかね、まあ、ああいったね超つなげ消し強化系のリーダーを使いたい時も、このねラフィーネのルーレット生成と、まあ、あと操作時間延長、これがねすごく役に立つんで、本当ねいろんなパーティーで使えるんで、まあ、メダルのね交換もあるんで、まあ、それで取っちゃった人がね多いと思うんですけど、もう新しいダンジョンが来たら、まあ、とりあえずラフィーネの攻略編成がねもうバンバン出まくるぐらいには強いんで、まあ、もしくはねリーダーで使ってなくてもサブにねバンバン入ってきて攻略みたいな、なんでね今間違いなく一番ね脚光を浴びてるキャラはラフィーネなんじゃないかなと思います。まあ、それぐらいに強いんで、まあ、メダルでね間違えてちょっと手が滑ってアレキサンダー大王交換しちゃってるって人は、これねラフィーネめちゃめちゃ大当たりだと思います。多分そういう人にとっては一番当たりなんじゃないかな。でね2体目もね個人的には全然ありだと思ってて、フレンドにねラフィーネを受けて、あーなんかあんまりなんだろう、フレンドでいいね潜在覚醒と、まあ、あとアシストつけてる人がいないなってなった時もね、このラフィーネねすごく2体持ってるとね安心なんで、まあ、俺はね1体しか持ってないんでちょっとね、まあ、いろいろ大変なところありますけど、まあ、2体目もね全然当たりなんじゃないかなと思います。はい、武器はあんまり使いません。さあ最後アレキサンダー大王ですね。まあ、これは相手のねラフィーネが、まあ、強すぎるってのはありますけど、よくね比較されてネタにされがちなキャラですね。まあ、でもね性能自体はねやっぱり星8フェス弦っていうこともあって、まあ、結構強めにできてますね。まあ、変身前ね76リダチェン、まあ、そして変身すると木になるのかな最初。そうですね、木になってです。次に水になって、水になったらまた木に戻っちゃうっていうちょっとね面白い性能してますね。まあ、もちろんラフィーネとかね持ってる場合はそっちでねリーダー、まあ、そっちの方が強いんでね、まあ、全然こと足りる場面が多いと思いますけど、まあ、アレキサンダー大王をね引けた際はぜひねこのキャラも使ってあげてください。で武器これかなり強いですね。実質スキブ後でかつね継続する吸収無効を持ってるんで、まあ、かなり汎用性の高いいい武器なんじゃないかなと思います。まあ、とはいえ埼玉の武器とか猪之助の武器とか、まあ、そっちの方がねやっぱり吸収無効枠として使われてる場面は多いんじゃないかなって気がします。特にねメダルでラフィーネ取った人が多いと思うんで、まあ、そういった観点から見てね、まあ、ゼロ所持っていう人も多いんじゃないかなって感じなんで、まあ、このキャラも間違いなく大当たりの一体なんじゃないかなと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。めちゃめちゃねキャラ数多くて、まあ、途中ねかなり雑な、まあ、解説になっちゃったところもありますけど、多分ここ全フェス弦いるよね。まさかこんだけラインナップされてあのキャラとあのキャラとあのキャラだけいないみたいな、そんな嫌がらせみたいなことしてこないと思うんで、まあ、現状の全フェス弦について簡単に話したんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね動画時間長くなっちゃったと思いますけど、最後まで見てくれてありがとうございます。まあ、なんかねこのキャラこういう使い道があるよとか、まあ、俺このキャラ使ってて結構好きだよみたいなのがあれば、まあ、そういうのもねぜひぜひコメント欄に書いて教えてください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をしてってください。バイチャ、アディオス。